やった。特にカズミはカズヤのことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは貴様の言う通りその年のこと。稽古中カズミが突然倒れおった。カズミは信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、カズミ。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がったカズミは前日の出来事を覚えておらず、いつも通りのカズミであった。それはまるで人格を二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。カズミ？貴様はいずれ世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている？故に今死を与えるのだ。カズミ、やめ！まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだのか。まさか我ら八丈家は貴様のような人間を消すために太古から存在しており、その使命を今果たす。Fight! Ikk!